はい、こんにちは、スレトルトと申します。今回はね、大好きというゲームをやっていきたいんですが、まずちょっとリードミー、ゲームのフォルダの中にあったリードミーを読んでみますと、このゲームを始める前にという文章があったので、ちょっとこれから読んでいきましょう。あなたはクラス委員長です。あなたはとても正義感の強い人です。俺と同じ。主人公がクラス委員長で、ね、丸尾末男くんみたいな感じかな。そんなあなたは、クラスメートが失踪した事件を独自で調べていくうちに、一人の女の子に行き着きます。あなたはその女の子に話を聞くべく、彼女の家に訪問することになりましたという、ストーリーらしいですね。嫌な匂いというか、嫌な予感がめっちゃするけどね。やりましょう。はい、もう嫌な予感。はい、嫌な予感。大好き。もう手がおかしいもんね。まぁ、ちょっとね、なんか、可愛いね。グラマーな女の子なんですけどね。ちょっと手の絵の具がとても気になりますね。やっていきましょう。まあ、ヤンデレゲームみたいな感じかな。はい。でしょうね。でしょうね。絵がね、いつものカロンさんの絵だと思うんだけど、作ってらっしゃる方が違うっぽいね。え？扉を開ける。家に帰る。え？俺が主人公で委員長なんだよね。ちょっと開けてみる？ん？どちら側？こんにちは。いらっしゃいませ。よく来てくれましたね。これがある女の子かな？手が赤かった。外、暑かったでしょ？部屋の中、冷房効いてますから、早く入って涼んでください。日暮らしが鳴いてるから、夏の終わりぐらいなのかね。ああ。そっちじゃないです。こっちの部屋です。そっちは私の部屋です。見られたら恥ずかしいので。なんかあんじゃないの？クラスメートの失踪したクラスメートがさ、もう分解されているとかさ、恐ろしいことが。見ないでくださいね。ほら、涼しいでしょ？あなたが今日私の家に来るって学校で行ってきたので。ちゃんと帰ってから準備してましたよ。ちょっと怪しいと思って来てんだよね。あなた知ってんじゃないのかって、丸尾くんが。今日は気温が高くなるって天気予報でも言ってましたしね。きっと汗だくで来るだろうなって思ってました。あ、荷物そこのソファーに置いてくださって結構ですよ。そこの椅子に座ってください。両親とかいないのか？さて、今日あなたが来た要件は分かっています。話せばいいんでしょうか？話してもいいですよ。ただし、ちゃんと最後まで聞いてくださいね。何があったかを、初めから最後まで教えてくれんのかな？それと、後戻りはできませんよ。もう死ぬじゃん！もう大抵死ぬじゃん、このパターン。長くなりますよ。それでもいいですか？そうですか。わかりました。もうこの京花ちゃんの、なんかこう、独白を聞く感じかな？主人公になんか声とかセリフがあるわけじゃないもんね。全部、話しますね。さあ、何があったんでしょうか？結構興味深いね。あ、かわいい。手はまだ血に染まってないな。突然ですが、私には好きな人がいます。まあ、学生だからね。多感な頃だから。ん？え、いきなり何かって？だから言ったでしょ。私には好きな人がいるって。もしかして俺のこと？あ、すいません。家に来てもらって早々こんなこと言ったら、そりゃあ面食らいますよね。ごめんなさい。すぐにお茶を出しますね。好きな人がいて、その好きな人をさらっちゃいましたってことなのかな。コーヒーがいいですか？それともお紅茶？日本茶？何でもありますよ。もう俺もこういう時絶対もうお茶くださいって言うんだけど。何でもお茶。お茶が一番好き。私、こう見えて結構いろんなお茶を飲むんです。あ、そういえばジュースもありますよ。え？いらない？何入ってるかわかんないからね。わかりました。残念です。話を戻しましょうか。そう。私の好きな人の話でしたね。そうなんです。私には好きな人がいるんです。だからごめんなさいみたいにならないだろうな。勘違いしないでよ。その人は何でもできて、みんなにも信頼されてて、まさに人気者って感じの人です。もしかして俺のことかもな。何でもできて信頼、ね、されてて人気者ってもう俺しかいないからな、実況者だと。悲しくなってきましたね。きっかけは、些細なことでした。
けど私にとっては大事なことでした。あなたにはきっとわからないでしょうけど、でもきっかけなんてどうでもいいんです。大事なのはその人を好きだということなんです。この子はなかなか本題いかないなすっごいなんかね、この間に何かしようとしてんじゃないかってくらいものすごく回りくどく言うな。後ろに何か危機が迫ってたりしないか、わかりますか。わかりますよねはい、きっとあなたにも人を好きになったことぐらいあるはずです。でもですね、私にとって人を好きになるの、これが初めてだったんです。あ、初恋と初めての経験だったんです。最初は戸惑いました。初めての感情にどうすればいいか全くわかりませんでした。でもだんだんそれが心地よくなってきて、すごく心が満たされました。これが人を好きになることなんだってその時初めて知りました。まあここまではいい感じの話だな。ここまでは別にそんな変な話じゃない。素晴らしいですよね。尊いですよね、人を好きになるって。そう、それだけじゃ、それを聞きに来たわけじゃないんですよ。そうですか、私の気持ち分かってくれますか。嬉しいです。でも私の恋、それで終わりでした。あ、せっかくの初恋が振られちゃってみたいな、振られちゃってさらっちゃったか。彼、カズマくんには好きな人がいました。カズマくん、キリュウカズマじゃないだろうな。私じゃないですよ、あなたも知ってる人です。ん、そうです、ひよりちゃんです。誰カズマくんはひよりちゃんが好きなんだ。ひよりちゃんもいなくなってんじゃないだろうな。私たちのクラスで、いや多分学年で一番美人な、それでいて成績も良くて性格もいい、あのひよりちゃんです。容姿端麗な、私とは正反対の、いやあなたも美人だと思うけど、明るい可愛らしい人、まさにカズマくんとお似合いの子です。それに比べて私は何の取り柄もない、見た目も良くないし、引っ込み思案で少し人見知り、唯一ひよりちゃんに勝ってるのはお勉強くらいでしょうか。ひよりちゃんもお勉強得意なのに、この子はさらにできると。でもそれもあんまり意味はないですよね。まあまあ確かに、まあ女の子でめちゃくちゃ賢い子が好きっていう男もそんないないもんね。もちろんある程度できた方がいいみたいなのはあるかもしれないけど、勉強ができて恋が叶うのなら今頃名門大学はカップルで溢れてます。うん、そうやな。話がそれましたね。戻しましょうか。私はある日、カズマくんがひよりちゃんを好きということを偶然知りました。そしてまた、ひよりちゃんもカズマくんが好きだということを偶然知りました。あ！あら。その日、私は泣きました。カップルになっちゃったってことかな。告白する気なんて、毛頭なかったですけれど、それでも失恋したんです。初めてあんなに泣いたかもしれません。それぐらい彼のことが好きでした。まあでもどうしようもないな、こればっかりはね、みんなそんなもんだから。でもそれと同時に仕方ないと納得している自分がいました。私はダメな子、ひよりちゃんはいい子、実に単純で簡単な方程式です。うん。ここまで別にこの子普通のことを言ってる。その1週間後、カズマくんとひよりちゃんが付き合い始めました。あらー。ね、そうなるべくしてそうなったな。二人がそういう関係だったってことは、あなたも知ってますよね。私はそれを心から祝福しました。うん、いい子じゃん。嘘じゃないですよ。だって私、ひよりちゃんと幼馴染ですよ。あら、仲が良かった。ついでに言えば、カズマくんとも、あれ、三角関係だった。あらららら ら。え、意外ですか？それはそうでしょうね。私、二人とは学校であまりお話ししませんし、でもまあもともと家が近かったりしたのかな？学校の外ではたくさん話しますけど。ひよりちゃんとはお家がお隣同士で、幼稚園からずっと一緒でした。なんと漫画みたいにお互いの部屋が窓から見えるんです。漫画みたいだな。すごいでしょ？私の部屋に行ったらわかりますけど、
今はいいですよね。わあ、このこいつの部屋絶対なんかあるもん。少し散らかってますから、あまり人に見せたくないんです。何で散らかってんだろうな。嫌な予感その2だな。ともかく、私と日和ちゃんは親友同士でした。夜、よく2人で話しました。ある日、恋愛相談を受けました。その時に日和ちゃんがカズマくんを好きだって知りました。私は日和ちゃんのことも好きでした。だから、彼女の幸せを奪いたくなかったんです。まあ、奪いたくもないも何もね、カズマくんがそもそも日和ちゃんのこと好きなんだからね。奪う立場じゃないから。どう見ても、私より日和ちゃんの方がお似合いです。だから、私は一歩引いたんです。でも、あの子には隠しても、筒抜けだったようで。ある日、日和ちゃんと一緒に帰ってたら、突然聞かれました。日和ちゃん側が気を使っちゃうのかな？ねえ、彼のこと好き？びっくりしました。悟られないようにずっと隠してきたのに、私の親友はそれすらも見抜くんです。すごいですよね。本当に驚きました。だから私はこう言ったんです。ああ、まあまあまあ、そうなるよね。俺もそうする。誰だってそうする。いいえ、好きじゃないですよ。嘘です。本当は、狂いそうになるほど好きでした。でも、そう言うしかなかったんです。私がそう言うと、彼女は泣いて私を抱きしめてくれました。分かっちゃうんだな、幼馴染だから。ごめんね。ありがとう。大好きだよ。あの子は謝ってくれました。それで十分でした。その言葉は彼に言ってあげないとダメですよ。私も笑いながら彼女を抱きしめました。それが二人が付き合い始めて5日後の話でした。いいじゃん。もうすごくいい話。ああ、いい話だよ、これ。それから私は二人のためにいろんなことをしました。いろんなこと？金髪なんだね、日和ちゃんは。私が叶わなかった恋は日和ちゃんが代わりに幸せにしてくれる。そう思えば私も救われましたし、何より。私は、カズマくんと同じぐらい、ひよりちゃんのことが好きなんです。とても、とっても、大好きなんです。時にはひよりちゃんの相談に乗って、時にはカズマくんの話も聞いて、時には3人で出かけたり、いろんなことをしました。まあ、悲しいけど、これがまあ仕方ないというか、幸せでした。大事な日々でした。大好きな人たちと過ごすのは何事にも変えがたいものでした。ここまで普通に、なんて言うんだろうな、いい感じの恋愛小説を読んでる。聞いてる？俺がすごく今褒めてたんだよ。いい感じって。けど、それはある日突然崩れました。何があったの？いや、怖い怖い、目が怖いよ。あ、結構時間経ったね。二人が付き合い始めて1年が経ったくらいのことです。別れちゃうのか？ある日、私は見ました。カズマくんが、日和ちゃんじゃない女と一緒に帰っているの。あららら。それがね、たまたまっていうか、別に一緒に帰ること自体が浮気ではないから、それぐらいのことだったらいいけど、それ以上だったらまずいですよね。そしてそのまま、きらびやかなある施設に入っていくの。もうこれ確定だな、これ。カズマくん、私は冷水をかけられたかのようにひどく落ち着いていました。多分、すごく冷たい表情をしていたと思います。感情が一転しました。これはカズマくんね、ちょっと、ね。それなら私に手出せよみたいな感情ももしかしたらあるかもしんないしな。私は一歩引いて、それでそれにすら選ばれないんかいみたいな。心底、吐き気がしました。ん？あ、性が負になった瞬間でした。それから、私たちの日常は壊れていきました。私が一歩引いてまで守りたかったものがね。そしてカズマくんはどうなったんだい？ごめんなさい。少し疲れました。何か飲み物、飲みませんか？実は昨日、トマトジュース、ああ、いらない。なんかあんま好きじゃないな、トマトジュース。そのトマトジュース何？今思った。トマトジュース好きじゃないな、トマトジュースって。ここでトマトジュース出てくる？みたいな。少し、味見をしていただければと思いまして。いやだ、それ飲みたくない。あ、そうですか。
ありがとうございます。じゃあ、もうおい、何許可してんだお前。ま、おー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 、これなんだこれなんだこれ。この赤いものはなんだ。はい、どうぞ。お口に合うかわかりませんが。どうですか？美味しいですか？美味しくないです。おい、鉄の味イコール血の味っていう共通認識みんなの中であるぞ。少し鉄の味がする。ですか？おかしいですね。なんででしょう。いや、あなたの日常が壊れて、カズマくんを殺したっていうところまでは、納得はいかない、まあ良くないけどわかるけど、俺にそれ飲ますのは違うじゃん。それあなたおかしいでしょ？すいません。別のものを持ってきますね。あ、無理して飲まなくていいですよ。え？味見を引き受けたからには全部、なんでや！なんで？ふふ、ありがとうございます。そんな急になんか使命感というかね、義務感持たなくていいよ。嬉しいです。優しいんですね、あなたは。本当に、いい人。ふふ、いい人じゃないよ。めちゃくちゃ中の俺は怪しんでるから、お前のこと。さて、続きを話しましょうか。まあちょっとね、この後どうなったんかっていうのは引き込まれてますから、こっちは。その日から日常は壊れていきました。カズマくんが浮気をしたんです。許せませんよね。浮気ですよ。ひよりちゃんというものがありながら、他の女に手を出していたんです。え、信じられない？カズマくんはそんな男じゃないって？カズマくんのこと詳しいんだね。そうですね。カズマくんはそんな人じゃないです。彼はとてもとても優しい人です。決して不誠実な男性ではありません。よく意味がわからない？大丈夫です。すぐにわかります。え、不誠実じゃないのに浮気をしたってどういうこと？はい、気になる。めっちゃ気になる。うん。そのことを知った私は本当に許せませんでした。ひよりちゃんはこのことを知ると、私の何が足りないのかな？と、けなげにもそう言ったんです。けなげだなぁ。普通怒ったりでね、するのが当たり前なのに。私は言いました。あんな人とは早く別れた方がいいです。ひよりちゃんは言いました。そんなことはできないよ。ひよりちゃんは純粋でけなげで、全面的にカズマくんを信用してました。そういう意味では、私も同じでした。私が信じた彼はこんなことをする人じゃない。私も彼のことを信じたいと。これが何かの間違いであってほしいと、うん。まあまあ、でも、まあ、カズマくんじゃなかったとかね。そう、思っていました。だから私は彼女のためにカズマくんの元へと向かいました。浮気をやめろ、そういうために。けど、それも全く無意味でした。ほう、私がカズマくんのところに行った時、彼と言い争いになりました。ひどいことをたくさん言いました。ひどいことをたくさん言われました。議論は平行線をたどるまま終わりが見えなかったので、その日は帰ることにしました。あ、その日、その翌日、カズマくんとひよりちゃんは別れました。あら、話し合う余地もなく、一方的に別れを告げられたそうです。うっ、そのせいでひよりちゃんは壊れました。ガラスが割れたら元に戻らないように、どうしようもなく壊れちゃいました。あなたも知ってますよね。一時期すごく落ち込んでいた時があったでしょ。クラスのみんなどうしたのって聞いてたじゃないですか。あなたも聞いてましたよね。クラス委員長ですものね。忘れたなんて言わせませんよ。私は彼女を慰めました。この後どうなっちゃうんだろう。ずっとずっと彼女の空いた心を埋めるように彼女のそばにいました。二人が別れて1週間後、あ、カズマくんの浮気相手のところに向かいました。二人は付き合い出したのかな？誰だと思います？うん、一つ年上の先輩、椎名先輩ですよ。美人なのかな、それも。知ってますよね。カズマくんの所属しているサッカー部のマネージャーです。学校の中でも人気のあるあの人です。そこでですね、私はある新事実を知ったんです。はい。え？カズマくんは椎名先輩に脅されてたんです。何それ？弱みを握られてた。な、どういうこと？彼にとっても、ひよりちゃんにとっても、知られてしまえばとても大変な、危険な弱みを。どちらかというと、もう、
このカップル、カズマ日和カップルの弱みがあるのか。今の彼女と別れて私と付き合いなさい。そう、椎名先輩はそう言ったらしいです。めちゃくちゃモテんだなカズマ。そうすれば黙っててあげると。カズマくんは逆らえなかったそうです。従うしかなかったそうです。椎名先輩こいつの部屋にいんのかな。悪者はカズマくんじゃなくて椎名先輩でした。その弱みって何なんだろう。これでさっき言った意味が分かったでしょうか。ご存知の通り、カズマくんはそんな人じゃないんです。彼は彼のままでした。それを知った私は早く日和ちゃんに伝えなきゃって思いました。それだけでもきっと彼女は報われるはずですから。うん、そうだな。まあ、ここまで。あ？だから私説得しました。 BGM 音響さん、椎名先輩に説得しました。カズマくんから離れてほしいって。うん、まあまあ当然の流れだ。そしたら椎名先輩聞いてくれました。話したらわかる、とてもいいお方でした。けど椎名先輩、次の日から学校来なくなりました。来れなくなったんじゃないの？来なくなったというか、校内で話題になりましたよね。警察も動いてるらしいんですけど、まだ見つからないそうです。最後に会ったのはあなたじゃないですか？それ。どこに行ったんでしょうか？君や、どうしました？顔、真っ青ですよ。お茶飲みますか？いや、俺もちょっとじゃあ、南アルプスの天然水飲むわ。あ、いらない？そうですか。わかりました。話し続けますね。お、美人戻ってきた。椎名先輩が消えたその翌日、私はカズマくんのところに来ました。理由はもちろん、仲直りをするためです。私、カズマくんにひどいことたくさん言いました。カズマくん、私にひどいことたくさん言いました。まあでも理由があったからな。だから、仲直りするんです。私が好きになった人だから。そして、仲直りしました。え？え？何？仲直り。カズマくんも翌日から学校来なくなりました。本当に大丈夫ですか？真っ青なんだろうな今。あ、もし、あのって、それって、みたいな。体、震えてますよ。冷房、寒いですか？消しましょうか？結構ですか？そうですか。続き、話します。椎名先輩が消え、カズマくんも消えてしまった。日和ちゃんも消えるだろう、これ。その翌日、私は日和ちゃんに真相を話しました。日和ちゃんは泣いてました。今すぐカズマくんに会いたいそうです。でも、カズマくんもいません。けど私、カズマくんと日和ちゃんが会えるよう頑張りました。頑張って、探しました。そして私、カズマくんの場所、日和ちゃんに教えました。探したも何も自分が、ねえ、殺したりしたんじゃないの？うわ、日和ちゃんも学校に来なくなりました。あなたが最後会ったら、会った人絶対いなくなるというか、学校来なくなるね。なんかおかしいね。なんか察しのいいみんな、もう全員気づいてるだろうけど。きっと二人で駆け落ちしたんですね。お互い許し合って遠いところへ行ったんだと思います。私にはわかります。二人の親友ですから。大好きな人たちのことですから。きっと他の人たちだったらわからないでしょうね。私だけがわかるんです。この世界でたった一人、私だけが。いろいろまだ謎残ってんな。どこに行っちゃったのかとか、なんで消しちゃったっていうかね、なんで学校に来なくさせちゃったのかとか、元々の弱みが何だったのかとか。あら、もうこんな時間ですか。長く喋っていたみたいですね。そうだ。何が出るの？お夕飯。実は私一人暮らしなんです。え？両親海外出張で。ずっと昔から一人なんですよ。
こんな年の子、年頃の子、普通海外出張で置いとかんだろう。危ない。え、もう帰りたい。おう、帰りたい。めっちゃ帰りたい。晩飯いらない。ダメですよ。絶対俺も学校来なくなるじゃん、委員長。ちゃんと最後まで聞いてくださいって言いましたよね。それに後戻りはできないって言ったじゃないですか。帰らせるわけないでしょ。お夕飯一緒に食べましょ。実はですね、今家にお肉がたくさんありまして、やっぱり一人暮らしだと処理しきれなくて、手伝ってくれませんか。ねえ院長、約束守ってくれましたよね。ここに来るとき誰にも気づかれないように来るって、誰にも言わないでここに来るって、私言いましたよね。頭がいいって。三人の失踪、あなたは正義感が強いからきっと単独で事件の調査をすると思いました。でも私が三人とつながりを持ってるって知らなかったでしょ。知らなかったんだ。じゃあなんでここにたどり着いたの。ああ、だから私のところに来るとすればきっと一番最後だと思いましたし、案の定そうでした。そして今回の約束も何の疑いもなく守ってくれるって思ってました。まだ完璧にこいつが犯人だとは思ってなかったんだな。だって私のことをよく知らないから。けどここに来れば何かがあると分かっているから、あなたは律儀に忠実に約束を守ってくれました。だから対策はとても簡単にじっくり行えました。でもですね、本当のところそんなのはあまり関係ないんですよ。あなたは底抜けにいい人だった。帰ることだってできたはずなのに、あなたは自分の意志で扉を開けてしまった。一番初めのやつだ。それが好奇心ゆえなのか、前進ゆえなのかでいいのかな、わかりませんけど。でも今さらそんなことを考えたってどうでもいいですよね。肉になっちゃうの。私これからお肉を焼いてきますけど、あなたは頭がいいからどうすればいいかわかりますよね。そんなに震えて寒いんですか。やっぱり冷房消します。無駄だと思いますけど。あ、そうそう、家の中を回ってもいいですけど、私の部屋には入らないでくださいね。この子怖いな。なんで消しちゃったの。だ、一番初めのさ、浮気相手だったら別に消すわかるけど、なんで二人まで消しちゃったの。だってあそこには、カズマくんとひよりちゃんがいますから。そうだ、喉、乾いたでしょ。トマトジュースのおかわり、いります。いりません。あ、いらない。そうですか、残念です。いるんだろうな。ちょっとどうなってんの、何のためそんなことしてんのかがちょっとまだわかんないですね。ピチョンピチョンと滴り落ちる音は水の音。でもそれはただの水じゃなくて真っ赤なお水。あ、何食ってんの、何食ってんの、あなた今何食べてんの。ちょっとパクリ、お皿に盛り付けられたお肉を口に入れ咀嚼する。もぐ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 、ごっくん、美味しい。何食べてんですか今。ああ、またお肉が、俺お肉になったじゃん絶対。いや、まだわかんないよねこれ。ただ単純に生肉食うのが好きなね、感じかも。ね、ベリーレアみたいな感じでね、いきなりステーキでも頼むタイプかもしれない。せっかく、この前のお肉、ほとんど消費しきったのに、またお肉生活の始まりなのです。そうでした。私としたことが、大切な習慣を今日はしていなかったことを、思い出しました。二人分のお肉をお皿に盛り付け、自分の部屋に行きます。
お待たせしました。お腹空いたでしょ？赤色に染まった私の部屋。まるで凍ったかのように冷たい部屋には二人の人物がいます。ふっふ。ことっと。ことっと。上に肉を盛り付けた皿を置く。今日はですね、院長が来たんです。でも先ほど帰ってしまわれて、なんでこんなことするんだろう。まあ二人で付き合ってて、なんか変なことみたいなのが結局起こっちゃったわけじゃん。そんなことになるくらいなら、私がここに閉じ込めて二人の関係を永遠にさせますねみたいなことなのかな。ヤンデレソムリエの俺的にはそういう感じかな。ヤンデレの心の中は。虚空に向かって話しかける。返事はありません。当たり前です。そうなんですか。けどそれでも幸福です。ええ、そうですね。楽しいですね。幸せですね。私の願いは二人の幸せ。願わくば二人の傍らに私がいること、それが私の幸せ。絶対に他の人に介入なんてさせません。もう二度と幸せを壊させはしません。やっぱそんな感じか。じっと目を凝らす。すると見えてくるのは、とても綺麗な人の形をした何か。なんかぼやっとしてるな。とても愛おしくて、どんなことをしてでも守りたいと思った。とても大好きな人たち。ずっとずっと一緒にいましょうね。カズマくん、ひよりちゃん。そのためだったら私、何でもしますから。二人とも、大好きです。カズマくんとひよりちゃんは肉になってないのかな？死んでるけど。で、一番初めの亡くなりかけてた肉ってのがあいつで、今新しく侵入化された肉が俺だな。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。え？おー、怖い。大好きというフリーホラーゲーム、ヤンデレゲームでしたね。カロンさんの絵だね、どう見たって。はい、という、あ、カロンって書いてあるね。いや、恐ろしいね。これヤンデレランクはね、ヤンデレランク、まあ10段階あって、まあでも俺の中では5ぐらいかな。もっとやべえやつ知ってますからね。なんかまだ理由がわかるというか、私はずっと一人でした。あ、小さい頃からいつも一人で。だから周りから気味が悪いと言われ続けて、そんなことで気味が悪いって言われる？実の父親からは殴られて、蹴られて、刺されて、刺された！実の母親からは恨みつらみを言われて、存在を否定されて、私はずっと一人でした。けれど、そんな私にはたった二人、大切な人たちがいました。明るく元気な私と正反対の女の子、かっこよくて誰からも好かれている男の子、ずっと一人だった私には居場所を与えてくれた人たち。私はあの二人さえいればよかった。この二人の弱みって何なんだろうね。どんなに他の人から嫌われていても、二人が私を肯定してくれればそれでよかったんです。そんなある日、両親から虐待を受け続けた私は、私の体は生きるための糧すらも受け付けなくなりました。限界だったのでしょうか。もう食べることもできなくなったみたいな。痛みを覚え続けた私の心と体はネジが外れてしまったのです。だからでしょうか、優しい優しいあの二人は、私の大好きな人たちは、こんな私を救うために、え、自らネジを外したのです。親殺してくれたんだ、この二人。海外出張ってそういうことだ。でもすでに狂っていた私は、まともなものは食べられなくなって、え、代わりに、あ、おかしいものを食べたいと思うようになりました。おかしいものって、あれのことだろうね。あれのことじゃないと俺は信じてますけど。最初は、かつて人だった何か。親を名乗っていたものの残骸。初めて食べたお肉は、とても美味しかった。もっと、いろいろ食べたいと思うようになりました。変わってしまった私でも、
二人は離れないでいてくれた。優しいね、この二人。それが本当に嬉しかった。親という枷から解放された私。罪という十字架を背負った二人、カテカ。私たちは他人には決して理解されない絆で結ばれています。たとえ私が一人を好きになって、けれど三人が二人と一人になったとしても、私はそれでよかったんです。だって私は二人が好きだから。大好きな二人さえこの世界でいてくれれば、それ以外私はいらない。だから私は私たちの幸せを邪魔するものを許さないのです。いつか終わってしまうとしても、私たちは最後まで幸せでいたいから。どうかこの幸せがいつまでも続きますように。かといってこの二人を殺すのはダメだろう。二人とも本当に大好きです。いや、何食べたのよそれ。絶対あれだけど、いや、ハッピーエンド、殉教のアドニス。誰殉教のアドニスっていう、なんかいそうな感じ。ああ院長かわいそうだな。別に何も悪いことしてないし、全然関係ないのに巻き込まれちゃいましたね、私の院長。ギャラリーはもう、あ、ギャラリーはあれですね、もう完全にもう全部揃ってるっぽいので、じゃあ、あの選択肢にもそんなに変わんないって感じかな、一番初めの。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。大好きというゲームでした。まあ、ヤンデレランク4ぐらいかな。ちょっと理由がしっかりありましたからね、レトルトのヤンデレソムリエ的にはまだこの子は救いありとまだなんとかヤンデレから戻れるような気はしますが、はい、まあ、結構きつい話だったね。うん、弱みとは何だったのかとかすごい気になりますが、はい、ということでこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。皆さんもね、しっかり自分の心を持ってこうはならないようにしておいてください。でも俺こういった話結構好きなんですけども、今回はこれぐらいにしておきましょう。面白かった方は高評価ボタン押してってください。ありがとうございました。大好きでした。